前々から気になってたんですけど、このマッキーのこの細いのと太い方両方あるじゃないですか。これね、細い方ばっかり使うとこっち側のインクってこう減っていくんですかね。そこ前々から気になってたんですけど。はい、お疲れ様でございます。サムネイル、インサートサムネイルをこうしときましょうか。いや、後で考えましょうか。今回ご紹介します商品はこちらです。スイッチライト、巨大なスイッチが光る。このスイッチ全体が光るということですね。そして SMD、 6SMD、 単4電池3本、連続点灯時間8時間、早い。商品ナンバー3114。あ、全然映ってない。これ多分ね、LED 商品なんで、グリーンオーナメントやと思って、そうですよね。グリーンオーナメントですよね。LED と言うと、やっぱりグリーンオーナメント。グリーンオーナメント一強時代ですよ。そして、こちら見てください。こちら、バーコードです。そうなんです。ここにバーコードがついてます。はい、それでは早速開封していきましょうか。ここがちょっとテープで貼ってるんですかね。 LED 商品なんで、このチャンネルで何本紹介したんですかね。もう何種類か、もう軽く40種類ぐらいはね紹介したと思うんですけどね。どんなダイソーで LED 商品どんどん売られてくるんでね、こちらの商品の紹介が追いついてない状態ですよね。はい、開封します。こちらがメインのパッケージです。ちょっと噛んだ。大事なとこ噛んだ。はい、そしてスイッチが、あ、なんか、これバランス悪いな。こんなんなってるで。どういうこと？ここに、ここオンオフ。オンオフ。オンオフ。あ、もしかしてそういうことですか、これ。ジャイロセンサーないぞ。そうなんですか？それやったら新しい。今までになかったで。やばい、ワクワク感が止まらない。あ、そしてこれドライバーがないとね、この電池入れるところは、あ、また開けにくいな。これフラットにしすぎやって。フラットにしすぎや。爪ある方なんですから開けにくいな。めっちゃ開けにくい。ここもうちょっとなんとかならんかったんか。逆か、こっち側から開けるんか。全然開かへんや。フラットにしすぎやって。あ、全然取れへん。開きました。はい。こちら、よく見てください。AAA って書いてます。この海外で AAA っていうのは日本でいう単4のことなんですけど、単4って言うとやっぱりね、このマンガン GP ですよね。マンガン GP を押していきたい。もうマンガン GP。こちらからね、CM オファーが来るかどうか。あー、ね、いきなりついた。あ、さっきオンしといたから。あ、動作テストなんで、ね、もうこのまんま行きましょうか。で、これをオンしますと。あ、やっぱそうですよね。これ、この状態でオフの方に傾いてるから、電源ついてないじゃないですか。電気ついてないじゃないですか。これをこっちに傾けると、そうなんですよ。これ、すごい。ジャイロセンサーが入ってるっていうことですか？傾きでオンオフを切り替えて書いてる。すごい。どういう原理？後で分解しましょうか。すごい。オフにしたらちゃんとオフ。これスイッチ、巨大なスイッチ。オン。巨大なスイッチ。あ、これサムネイルでいいですかね。オフ、オフ。オン。オフ。真ん中ぐらいに持っていこう。ここでまだオフの方、まだオフの方。あー、際どい。真ん中はパカパカなる。パカパカなるで。ちょっとこれ早速ですけどね、まだ使って5分も経ってないんですけど、分解していきましょうか。構造が気になって昼も寝られんのは普通です。ちょっと待ってください。ここにネジがない。どうやって分解するんですか、これ。ここを無理やり、あいた。え、どういうこと。 LED が6と SMD が6とついてる。そしてここがオンオフですよね。どういうこと？傾きセンサーはどこについてるん？ちょっと待ってください。これのことですか？ SW-2000。これがなんか抵抗の間に噛んでるんですけど。多分これじゃないですか？これジャイロセンサー？あ、
2000じゃない SW200D って書いてる。これちょっとね後で調べて ここにちょっと詳細を書いておきましょうか。動画概要欄の方に。気になる。そうですね、これが SMDVD、 これが6灯ついてて、ここにスイッチ、そしてやっぱこれですよね。これが怪しいな。これが傾きセンサーっぽいな。怪しい。ちょっともう一回いきますよ。電池入れ直しました。これ絶対これですよね。絶対これジャイロセンサーの役割やと思うんですよ。全然違ったら面白いですけど、これは全然関係ありませんでしたみたいな。 SW200D、 うわ気になる。絶対気になる。ちょっとインターネットで調べときましょうか。今調べましょうか。こちらが多分ね電流制限用の抵抗がついてるだけですね。ちょっとインターネットで調べてきます。はい、ちょっと調べてきました。こちらのね SW200D、 これね振動センサースイッチって書いてました。楽天市場で10個1200円でした。ということはこれ10個で、ね、1000円ぐらい。え、じゃあこれ10個買った方が得じゃないですか。しかしそんないらへん。この部品だけでもそれぐらいするっていうことです。1個100円ぐらいするっていうことですかね。それだとこれ安いですよね。LED がついて。ということは振動したらつくっていうことですかね。あ、ついたり消えたりする。カチカチ言ってるような気がするな。ここになんかボールが入ってるんですかね。なんか、それっぽいです。振動センサースイッチって書いてる名前で売ってたんでね。あ、これ逆につけたらもうおかしいことになる。これオフの方でつきおるやん。そうですね、オフの方でついたらもうパニック。こんなもんパニックや。もう夜も寝らねえ。普通、うん、そんなことない。はい、こちらね結構面白いです。テレビの横とかこう置いといても面白いかもしれない。あ、これもね USB 化したら、いやしかしね、してもう振動センサーだけ使って、でもなんかね使えそうですね。面白い。おもちゃとか作れそうですね。こちらダイソーでね100円で売ってますのでね、1個ぐらい買ってみてはいかがでしょうか。なんか考えてね、アンドン以外にねいろいろ作りたいんですけどね、何も思いつかへん。とりあえず商品を紹介してるだけになってるな。こっからなんかね進展していかないとダメですよね。はい、こちら、いや急に終わりましょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっとふわっと浮いたり、どこ行くねん、どこ行くねん、どこ行くねん。